ピョッと来ました。息の良さそうなやつがいましたよ。あそこ根はあることはあるんですけどね、今なんか食ったっぽかったな。お、食ってるね、あれ絶対食ってるよね。入った入った入った、もっといけもっといけ、食ってるしあれ。よしよしよし、ほらよし、取った。なんだこれ、何が食った。お、あ、でかいっすね。でかいっすよ、ジョニーさん、これこれはバラさないですよ、僕これは絶対バラさないですよ。でかいっすよ。でかいでかい、何これ、何食ったの、続きかな。でかいでかい、スズキでしょこれ。なに、スズキ見えない。なにこれ、なに、タコ、タコ、なにこいつ、タコあんま引かないよね。なにですかこれ、タコ、イカ入りました。あ、炭入った、炭入った、イカでしょこれ。おお、イカだ、すげえ、ありがとうございます。イカだ、やっべえ、これアオリカでしょこれ。おー、でっかイカ。これ何、針どこにかかってんの。ほら、足にヒラマサ針がかかってます。すげえ。何これ、びっくりしたよ、これでげー、でっか、何これ、何キロぐらいあんのこれ、ほらほら、透明になったでしょ、はい、まあ、これ閉まりました。あとここを、はい、ほら、はあ、これ閉まったんです。ついてちょっと何キロか測ろう。ですね、これ結構ありますね。よいしょ、ふれ、おお、 1.7 だ、 1.7 キロですね。うん、 1.7 キロ。あ、よかった、ありがとう、イカちゃん。皆さんおはようございます。今日来てるのはですね、城ヶ島の東の入りですね。いつも僕が竿を出すのって今仲間がやってるあの場所なんですけどね、今日は本当のこの東の入り、これが東の入りです。釣り座ここに構えてメジナ狙ってみたいと思います。ここはの水深結構あるんですよ、この場所は。あの辺りはやっぱりね、浅くなってるんですけどね、ここはしっかりこう水深もあるので、しっかり狙ってやってみたいと思います。いやー、朝一まさかのアオリカが釣れてですね、びっくりしました。この場所でほんとサウダスの久々なんで、ね、どうなるかちょっと分かんないですけどね。小サバが湧いてるっていう前情報があったんですけど、今のところ全く気にならないですね。まあこの潮の色も少しね、春っぽくなってきましたかね。あら、なんか残ってる、なんで、今四角が馴染んでゆっくりと入っていってますね。お、足りかな。あ、当たりましたね。入りました。浮きが加速しましたね。30cm ぐらいですかね。30cm ぐらいだけど、よし来た。広、早く竿を1本ぐらい入ったところですね。ああ、よかった。とりあえずメジナがいてくれてよかったです。ね、なんかいいですね。丸丸してて。33cm。33cm ありました。
カニが食ってた。ちょっとカニやめろ。はい、さよなら、カニくん。はい。あれ当たりですね。お早い。あれ当たりです。ライン走るでしょ。ライン走るでしょ。当たりだよね、あれ。行け。入ってる、見てこれ、この叩き方は。来たか、アイゴか、アイゴかな。おお、アイゴっすね。元気だね。よし、はい、アイゴでした。もういいとこかかってるから、もう君は帰りなさい。終わったです。加速しましたね。よっしゃ、いけ、もっと入れ。よし、よし、メジナだ。このメジナさ、うん、メジナでしょう、多分メジナだよね。よっしゃ、メジナ久々に来た。うわ、黒々とした、おいしそうなやつです。30、あ、これも33だ。33センチですね。おお、すげえ、おいしそうなやつですね。あれ、磯目できたんですか。そうです。おお、アイゴだからダメでしょ。アイゴだからやめとけ。アイゴだよ。アイゴはダメでしょ。やめとけ、やめとけ。はい、はい、それでは。よいしょ。やはりアイゴの数は多いですね。いや、この向きからの風が強くなってきましたね。南東の風、予報通りです。手元まで来ましたけどね。下元切れだ。ハリスを2号に上げて、ハリもグレバリの6号に上げました。
元気すぎるでしょう。これはこのトゲ口に入れたら大変。また今度に、まあ、今度っていうかもう何だよ、これ逃がせよ。はい、最後じゃないっすよ。よし、これはいい、最後じゃないっす、絶対に。よし、なんだろうか、強いっすよ、結構メジナだったらまあまああるかも。あ、最後じゃん、やめて、強いアイゴじゃん。随分強かったねこれ、やめとけって、アイゴはやめとけって。持って帰ろうかな、俺がね、俺が持って帰るよ。危ない危ない、針かかっちゃうから、どいてどいてよ。ダメだって、針かかっちゃうから。危ない、アイゴじゃん。このエラブタとこの目の中間、こうかな、ここですね、ここ、ガリッと、ね、ここで一撃で必ず締めてあげて、でトゲ切るときはのここからスタートしているように見えて、ここにもほら、ここにも一本あるんで、これ気をつけてくださいね。これ以前僕もあのコメントで言われたんですよ。普段ここで隠れてて見えないんで、ヒデは絶対にその辺に捨てたりしないように。あの死んだ後でもこれ棘に毒ありますからね、そこだけ気をつけてください。あと、まあ、こういったハサミとこのトゲ切りハサミ、これは絶対必要ですね。ここはあのここは毒ないんですよ、これと尾びれとかはね。いわゆるこの太いトゲだけが毒あるんですけどね、これもこの辺まではない、ここから毒があるのだけど、まあここから切ってしまった方が無難ですね。ではここ腹びれ、腹びれも切ります。でこの胸びれ、横にある胸びれと尾っぽには毒はないので、この辺から、この辺からしっかり包丁入れてあげてですね。うわ、お腹もこの辺り、あのハサミかナイフを入れて、この血合いのとこですね、この血合いの部分を洗って持って帰ると。で、まあ、尻尾ももういらないかな、尻尾もここで切り落とす。よし、これで大丈夫ですね。アイゴの卵、食べるね、あんた食べるの、アイゴの卵、すげえな、食べない、これ、はい、よし、よし、持ってけ、食べるよ、ちゃんと。なんでお前のために内臓まで取って。うわ、叩いてるな、やっぱり最後ばっかりだな。あれ、これはメジナじゃないの。え、メジナだよ。もうアイゴなのかメジナなのか分かんなくなっちゃう。はい、28、失礼します。あいつ
レジナの当たりを捉えることができたので、結構もう竿引きで当たるってことは活性は低くないですね。まあ、それでも棚は結構深い。もう浮きは全く見えません。まあ、当たり浮きごと沈んでるんで浮きは何も見えないですね。メジナだ。当たりだったんですね、さっきのね。